リアルガ GX がタイムレス GX を発動し、自分の番を終えて、次の自分の番を始める前に、ポケモンチェックは発生するか。夏目の暗示の効果で相手の手札にある白菜の効果を発動した場合、その番のガブリアスの技、王者の刃のダメージはどうなるか。場にワンダーラビリンスが出ていて、お互いのサイドの合計枚数が6枚の時、テッカグヤが技ムーンレイカーを使うのに必要なエネルギーの数はいくつか。それでは回答編に入る。リアルガ GX がタイムレス GX を発動し、自分の番を終えて、次の自分の番を始める前に、ポケモンチェックは発生するか？正解は、ポケモンチェックは発生しない。タイムレス GX はかなり特殊な技であるため、個別の最低として覚えておこう。夏目の暗示の効果で相手の手札にある白菜の効果を発動した場合、その番のガブリアスの技、王者の刃のダメージはどうなるか。正解は、100ダメージとなる。結果的に白菜の効果が発生しているが、この番、手札から使ったのは夏目の暗示。そのため、王者の刃の強化条件は満たせていないと判断していいだろう。場にワンダーラビリンスが出ていて、お互いのサイドの合計枚数が6枚の時、テッカグヤが技ムーンレイカーを使うのに必要なエネルギーの数はいくつか。正解は、鋼エネルギー1個でいい。必要なエネルギーがなくなるという効果は、必要なエネルギーが多くなるより優先されるというルール上の明記があるため、今回は同様に鋼エネルギー1個になるの技効果の方がワンダーラビリンスのスタジアム効果より優先されると判断していいだろう。さて、3問とも正解できた方はいただろうか。ポケカ対戦でのトラブル回避や、ポケカジムバトルに挑む自信をつけることの助けになっていれば幸いだ。この動画シリーズは短いスパンでこまめに投稿を予定しているので、もしよければ、知識試しに今後も続編を見に来てほしい。それではまた次回。